話は終わった。俺はこのまま屋敷へ戻るが、お前はどうするのだ、和也。無論、共に行く。あんたの命を狙っている者が数えきれぬほどいるからな。わかっている。お前は家康を屋敷まで連れ帰れ。徳川屋敷の場所はわかるな。いいから言う通りにしろ。そろそろ姿を現したらどうだ。ちょっと待ってください。お前は？痩せ姫を襲った賊に似ているが、同一人物か？え？何のことですか？僕にはさっぱりわかりませんが。確かに声も態度も背丈も違うようだ。お前を信じてやる。背丈なんてまだ伸びる可能性あるし。なぜ俺を尾行していた？その前にその危ないものをしまってくれませんか。怖くて落ち着いて話ができませんから。お前が正体を明かすのが先だ。先ほどの質問に答えろ。僕はあなたと同じ鬼です。今は島津家の庇護を受けてますけど。鬼は人間に関わるのは禁じられているはずだが。何言ってるんですか。あなたも千歳も掟を破って人間に手を貸してるじゃないですか。ですけど、あなたが徳川家に手を貸してるっていうのはちょっと消せませんね。よかったら僕や千歳と共に島津家に協力しませんか。島津家は今朝鮮出兵の後遺症と庄内の乱の後始末で大変な時期ですから、
いい条件で雇ってくれると思いますよ。断る。即答ですか。考えるそぶりくらい見せてくれても良さそうなものなのに。ま、答えをせかすつもりはありませんよ。ゆっくり考えてくれて構いませんから。それじゃ。待て！お前はもう仲間のもとに戻っても構わんぞ。鬼というのは愚直な生き物だな。かの者と会ったばかりの頃のことを思い出す。確かに真っ当だな。正しい者が勝利するとは限らぬというのも世の常だが、かの者も俺と会ったばかりの頃はお前と似たようなことを言っていた。そのため奥州の伊達政宗という大名に里の者を人質に取られ、いいように利用されていたのだ。安心しろ。かの者の里とやらは今は俺の力で何とか抑えている。家康を無事に送り届けてくれたようだな。礼を言う。これから戦支度が始まる。お前たちは里とやらへ戻れ。これから起こるのは人間同士の戦だ。お前たち鬼が進んで関わる戦ではない。あの連中に話したところでどうなるというのだ。
安姫や他の棟梁たちに相談したところで、帰ってくる答えなど分かりきっている。一族の者ともども別の場所に移動しろと通り一遍の助言をされるだけだ。何の役にも立たん。お前は知らないだろうが、各地の一族がどのような思いで里を作っていると思う？女子供が総出で山奥を切り開き、長い年月をかけて住めるようにし、ようやく手にした土地だ。移動先の新たな里、人に知られず安住できる地など、そう簡単には見つからん。むしろ身を隠す先もなく、里を離れた隙に一族の者を殺される危険すらあった。俺や一族の者の命を救ってくれたのは、八瀬姫の予言でも十騎衆の皆との絆でもなく、家康の力だ。裏にどのような目的があろうと、家康がいなければ里の者はとっくに殺されていた。それは事実だ。先ほど俺たちを追ってきていた刺客だが、どうやら奴は我々と同じ鬼らしい。しかも島津家の命を受けて動いているらしいぞ。千歳もそのことを承知しているそうだ。かの者が島津家と関わりがあることを黙っていたのは事実だろう。違うか？家康をここまで送り届けてくれた礼は言っておく。お前はこのまま里へ戻れ。別に詫びる必要はない。もしお前が俺の立場だとしても、できることなど何もなかっただろうからな。だが今の言葉は胸の奥に届いた。無事で何よりじゃ。
お前の方はどうだったんだ。お嬢、今日は疲れたじゃろ。そろそろ休みなさい。